皆さんこんにちは。5月のポイントアップデーの倍率を決めるサイコロを振りたいと思います。今日5月ということで、1月から始めてなんと5回目です。先月パワーアップして日も増えましたが、なんとですね、残念なことに、今月は1が出たので、2日しか増えなかったです。まあそういう時もありますので、それはご了解いただきたいと思います。今日もアルベロット君が来ています。カブトをかぶってですね、5月ということで、カブトかぶってます。 T シャツもまだちょっと早いですけど、 T シャツちょっと着てですね、着てもらってます。これ日本製なんです。30番天竺使ってます。非常にこのしなやかなですね、コーマの糸使ってますので、最近はこう30番手の生地で非常に流行ってるんですけど、日本製なんで打ち込みの数が全然違うんです。非常にいいやつを着させています。ということでですね、早速ですが、ディーラーを呼びたいと思います。今月のディーラーも伊藤さんです。はい、ああ、ざまもうカブトも、はい、先ほどさっき作ってたやつ急遽、ね、はい、ということですね、はい、全て手作りでお送りしてます。はい、はい、じゃあ早速行ってみました。はい、サイコロ2つ、はい、はい、はい、じゃじゃじゃん、お、4と1で5です。はい、いいんじゃないですか。ちょうど先月は何でしたっけ、7でしたね。5月なし、これやらせなしということですね。はい、ということで5月のポイントアップデーの倍率は5倍です。5倍です。ぜひともその機会にお買い物していただければと思います。以上です。